林兵衛明治14年3月1日は、初代東加須ガ軍長。通称、林兵衛重勝。林屋28代目上条城,城主の小坂氏の子孫。父に、林和豪、息子に林将三を持つ。幕末の義勇隊の一つである、草薙隊の隊長。屋敷跡の石碑終わり国加須ガ軍。上条村に、林屋の次男として生まれた。 開英二年に父が亡くなって家を継ぎ父から金兵衛の名を受け継いで林金兵衛主義活と名乗った。安政五年水の大干渉総省屋につき人々の生活が安定するように努めた。特に明治九年から明治十四年にかけて春日江軍の基礎改正反対運動の中心人物として活動していた。慶応四年一月に 終わり藩で幕府を倒すための戦力として、草薙隊を編成した。京都五社の警備をしていたが、その後北越戦争などに参戦した。明治2年に解散し、隊員の全員が機能したという、春日ガ軍の地祖改正反対運動の中心人物となり、春日ガ事件が勃発。その後、福沢諭吉に支援を頼んで中央の地祖改正事務局に訴えるようになり、 福沢は林に西岸運動のやり方に注意を与えて指南した。これがきっかけとなって林は高巡者の発足にも参加し、慶応義塾維持法案が発表されると、慶応義塾の維持資金のために30円を学校に寄付して支援するなど、生涯の振興を結んだ。明治13年2月5日に初代東カスガ軍長に就任したが、翌年3月1日に死去。 大正13年増樹5位。現在は、上上場があった、宅地跡には、石碑があり、墓は、大竹寺にある。田尻左辺、増位所見伝造保板上特使増位年表 P52。ありがとうございます。